なんか2回流れた。チラステーションチラステーク。チラステーションが2回流れましたことをお詫び申し上げます。本日も木曜日夜9時からチラステ放送開始でございます。私天聖聖者ライブでございます。今日はゲストもいます。僕ここに来る前になんかレセプションというものに初めて参加しました。美味しいチョコレート食べました。お肉も食べました。美味しかったです。さあ本日も気合が入っております。楽しんでいきましょう。チェックライブ。チョコと肉どっちが好き？チョコ。わかりました。今日もよろしくお願いします。お今日は染川とアライブ二人です。お皆さんこんばんは。3月3日木曜日、時刻は9時1分です。何者にも縛られないフリーダムすぎる化け物トークバラエティチュラステ、パーソナリティの染川と天聖聖者アライブス、今日は2人でお届けしていきます。です、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日ですね、いろいろ期待がこもったというか、すごく楽しみな回だったんですよね、僕の中で。なんて言ったって今日盛り上がるしかないトークテーマと、もう楽しみで仕方がないゲストさんのトークが聞けるんですよ。本当に？うん。おう。だってまず最初にゲストさんの紹介をさせていただきますと、今日ゲストさんお二人をお迎えするんですよね。おう。ゲストさん今日はですね、実は3月12日土曜日に驚くっていうね、驚くっていうちょっとなんていうのかな、ライブの話がありまして、そのお話についてゲストさんお二人から話聞けるんですけど、ちょっとめちゃくちゃ気になってて大丈夫、うん、今の段階だとなんかいろいろと分かってないような発言してない、大丈夫？分かってないような発言いや今手元に資料を見ながら喋ってるよ今。そうだもうね、僕はねこういう時に知ったかしないよ、これもう分かりません、うん、だからいろいろ聞きたいと思います。はい、まあでもこのことについて今日は聞けるということで、そうね、そうです、ということですぐゲストさんお二人お迎えします。はい。そしてまあそれとまた別でトークテーマ、今日はですね、おファストフード、おもうちょっとね先週からちょっといろいろ終わる2分3分ぐらいまで、ななちゃん早く帰ってきて、そのうちが暴走するからすっげー楽しいトークしちゃったんだよね、ファストフードバーガーについて。先週も止まらんからね、その話を今日もやるんですよ。おうね、ファストフードの話を。ファストフードです。盛り上がるしかない。バーガーとか、バーガー、ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー以外のはファストフードですか？はい。ケンタッキーはファストフードですか？ケンタッキーもファストフードでしょ、フードでしょ。おう、うん、じゃあ僕ケンタッキーが好きです。あなたはケンタッキー派？おう。そう、そういうね、ケンタッキー派とかマック派とかサイドメニュー何が好きとか、そんないろいろな話ができたらなと思うんですよ。いっぱいコメント待ってます。よろしくお願いします。さあこの、番組、メールアドレス、メッセージ募集しております。はい、メールアドレスチュラ .st.radio@gmail.com、 チュラ .st.radio@gmail.com、 ツイキャスも配信しております。はい、ツイキャスのコメントもお待ちしておりますので、皆さんどんどん書き込んでいってください。はい、ということで、そいいですか？オッケー。あとあれだ、アライブセレクションに対してのリアクションじゃなかった、リクエストもお待ちしてますそうですね、曲のリクエストお待ちしてます、ね、曲のリクエストいただけましたら曲をお届けできたらしましょう。はい、なんで僕が目に、はい、ちゃんとツイキャスのコメントとかも見てます。はい、なんかこれ かけてっていうのあったら、まあ、ツイキャスの方はね音楽乗らないので、うん、よかったらそういった形で、リクエストかけた方はリスンラジオっていうアプリ入れていただければ、この那覇近辺の公共放送以外でもアプリケーションで普通にラジオ放送が聞けますので、そちらだったら音楽乗ります。よかったらダウンロードして聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、告知物以上
今日なんかせかせかしてんないやだってだからさっき言った通りやっぱねゲストさん来てるとね、うん、やっぱゲストさんに聞きたいこといっぱいあるじゃん、うん、でまあもちろんだけどもさ、うん、打ち合わせはあるわけですよで僕らも一回お会いしてますので、はい、だけどご挨拶ぐらいじゃん、うん、やっぱ全然わかんないじゃん、うん、聞きたいじゃん、うん、だもう早く話が聞きたい、まあ、早く行けばいいかなって思ってたんだけど、うん、でも僕も喋りたいこといっぱいあんのよ、うん、だから早口になるじゃん、うん、さっきセレプなんかねレセなんだっけわかんない招待なんだっけ曲をお届けしますあれこの曲からスタートしましょう。This is Trust Station. Stay tuned.木曜夜9時からチラステ放送中でございます、この曲の間に転換も終了してました。ソメッチはミキサーに専念しますというところでもう、ツイキャス見てる方の方には画面の方に、ゲストさんがもうすでに収まっている形になっておりますけども早速ですが自己紹介から
迎えさせていただきたいと思います。どちらからいきますか？あ、じゃあ、はい、どうぞ。はい、では皆さんこんばんは。オドロックという DJ イベントを主催しております DJ の東野と言います。よろしくお願いします。皆さんどうも、拍手。はい、じゃあ続きまして、はい、皆さんこんばんは。オドロックで DJ をしてますモンツーと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というところで、さっきの暴言も許してください。はい、僕、正直に言います。本当にそういう箱ですよね、ライブハウスとか、はい、ああいうところにあんまり遊びに行かないので、はい、正直ピンときておりません、はい、どんなことをやるんですか？そうですね、基本的に DJ イベントなんですけど、はい、DJ イベントって言ったらやっぱ行かない人、まあ実際私もあんまその行ったことない時期もあるんですけど、はい、結構なんかみんな行けてる人たちが行くというか、なんかチェケチェケしたりとか、はい、なんか分かんないですけど、なんか おしゃれな人たちが行くんじゃないかみたいなイメージあると思うんですけど、はい、オドロックってイベントはどちらかというとライブハウスにライブ見に行くみたいな感じで、ロックが中心のイベントなので、はいはい、まあ本当ライブに近いですね、どちらかというと。はい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 、そんな感じです。あんまりじゃあそのなんかその僕が知ってるのはなんだっけな、トゥモローランドだっけな、なんかすごい世界的になんか大きい音楽フェス、はい、あれはなんか YouTube で見たことあるんですよ。ドワーンみたいな感じで、はい、もうボボボボーンみたいな感じのやつは見たことあって、はい、ああいうのってはまたじゃちょっと違うんですね。そうですね、そういった EDM とか、まあはい、いわゆる一般的なパーティー音楽、はいはい、まあ、よくちょっとクラブとかで想像するとなんかもうダンダンダンその低いベース音が流れて、はい、オラオラな人たちがワーキャーワーキャーするようなあの感じのイベントではなくて、僕たちがやってるのは本当に邦楽ロックを中心とした、まあ、本当に泥臭い、まあ、もう楽しめるその音楽をちょっと提供できる場所、まあ、みんなで歌って踊って、はいはい、音楽、まあ、邦楽ロックを中心に楽しもうっていうちょっとそういったイベントスペースを目指して、はいはいはい、まあ、こういったDJ イベントっていうのを開催させていただいております。なるほど。じゃあなんか確かにそのああいう場所行くと、まあ、基本洋楽じゃないですか、はいはい、で、まあ、街で流れてるやつだったら分かるけど大体分かんないんですよ。そうですね、はい、というイメージは今日チラシの方も持参していただいて、はい、裏の方を見ると知った名前がいっぱい。そうですね、邦楽が中心です。まあ、もう普通に、まあ、よく音楽番組とかを見てる方だったら、ああ自分のまあ好きな曲が流れたとか、はいはい、あ、これはこれ全然知ってるみたいな曲が多いんじゃないかなっていうことですね。そうですね、はい、いいな。これだったら言ってもなんか分かんない曲ばっかりになんなそう。どちらかというとさっき言ってたみたいな、そういうなんだろう、イケてる EDM とか、はい、そういうのが苦手な人たちが行く場というか。そうですね、なんかそうですね、なるほど、あ、イケてる場所ちょっと苦手なんで、やばい、そのあれがダメとかそういうのじゃなく、じゃなくて、はいはいはい、あくまで自分たちが好きな空間を作ったらこうなったっていう。そうですね、そうです、そうです、いいね、いいね、はい、うん、でも結構だってこの今チラシ見させていただいてるんですけど、オドロック自体がこれ何回目なんですか？回数はもう4分かんないですけど、はい、一応2010年からやってるんですよ。そうですよね、長いと思って、はい、もう結構長いですね。お、でも復活祭なんですね。そうですね、実は2019年に一度このオドロックっていうのを、はい、ま、もう終了しようということで、まあ、オドロック一旦は、まあ、閉会になったんですけれども。2年前ぐらい。そうですね、2019年、まあ、3年前、3年前ですね。おお、はい。で、まあ、ちょっと今回ですね、まあ、コロナをきっかけに、うんうん、まあ、全国のライブハウスであったり、まあ、そういったちょっとイベントスペース、やっぱりそのどうしても集客がやっぱり集まらないとか、まあ、あと自分たちもよく音楽を聴いたりとか、まあ、昔からこういったイベントとかで、うん、まあ身内、まあ、ではなくて、まあ、仲いい人たちと集まって、うんうんうん、もう好きな音楽を楽しんで、うん、まあ、お酒を飲んだり、うん、まあ、そこでいろいろと楽しんだりとかしてる場を、まあ、やっぱりまた復活させたいっていう思いで、ちょっと今回3年ぶりにはなりますが、なるほど、復活という形で、はい、また開催させていただくことになりました。率直に気になるんですけど、はい、ってことは次もあるんですか？あ、その後ですか？はい、そのつもりで、はい、います。あ、
じゃあ本当に一旦復活とかじゃなくて一個も復活なんですね、とりあえずは。そうですね、 ただそれもやっぱり今回の成功がどうかどうかなので、みんな来てー、はい、ぜひぜひ、本当にお待ちしてます。なんか3年ぶりに復活してめちゃくちゃ人少なければ、はい、ちょっとやっぱさすがに気持ちが折れるかもしれないので、需要がね、需要がやっぱ大事ですからね。そうそうそう、はい、需要がないとなかなか継続はモチベーションが上がっていかないんで、はい、そうです。いや、そういう意味でもやっぱ何人ぐらい入るんですか。箱自体はもう100以上、あそこどう200、おう、そうですね、200とか、箱自体は150名か200名ほど、はい、入るイベントスペースなので、はい、まあ、ちょっと今回コロナ禍っていう環境ではあるんですけども、はい、やっぱり多くのお客様に足を運んでいただきたいというのは率直な気持ちでございます。はい、場所がこれ、場所も、今回、はい、10アニバーサリーパーティーみたいな感じになるんですかね。そうですね、アウトプットっていう那覇のライブハウスで、はい、場所がテンブス の向かいの、まあ、ちょっと路地入ったところの2階にあるんですけど、はいはい、そこのライブハウスの、まあ、10周年というイベントで、はい、やらせていただきます。アウトプット有名ですもんね。はい、そうですね。うわ、じゃあ本当そういう意味では、まあ、せっかくだったらこの10周年もお祝いしたい。結構じゃあ何回かアウトプットさんでやってたりしてたんですか。そうですね、もうこれまで何度もお世話になってます。あ、じゃあそういうのも含めて、じゃあ盛り上げるっていうところも含めたら、もう今年は復活しとかなきゃなみたいなのもあったんですかね。そうです、そうです。いいですね、ちょっとずつなんかやっと盛り上がってきたのかなっていうイメージがあるんですよ、このコロナ明けて。そうですね、明けてないけどね、まだね、まあ、明けてはないんですよね。でもちょうどいいね、やっぱちょっと前だとやっぱまん延防止も出ちゃってて、うんうんうん、人が全然外出てなかったのが、うんうん、今日もこのラジオのここ何通りだっけ、 D 僕忘れちゃった平和通りだっけ、名前忘れたけど、なんかこの通りあんまり車走ってなかったんですよ。はい、今なんかすごい車が、ま、ちょっと駐停車も含めて、はい、復活してきてるので、うんうん、やっぱ、イベント自体は3月の12日、はい、はい、来週の土曜日です。じゃあ人もいっぱいなはずです。そうですね、で今回この3月12日の、驚く復活祭にあたって、うんうん、まあ、スペシャルゲストということで、はい、お笑いコンビのエレキコミック、はい、ご存知でしょうか。ごめんなさい、あんまり僕お笑いにないんだエレキコミックの八津一郎さんっていう芸人さんなんですが、はい、数々 の大型のフェスとかでも単独で DJ をされてたり、はい、まあ、驚くっていうイベントにも何度も出演していただいてる、大変驚くにも縁とゆかりがあるちょっとゲストに。結構、はい、チラシでも一押しっぽく赤文字で書かれてますね。そうです、そうです東京からわざわざもうこのためだけに沖縄に このためにはい、そうです、そうです。それはすいません、ありがとうございます状態ですねはい、本当に楽しいので、八津さんの DJ って、はい、まあ、音楽が好きなのもそうなんですけど、はい、やっぱ芸人さんっていうのもあって、なんだろう、見た目でも楽しませていただけたりとか、なんか初心者の人でも楽しめるDJ をされるので、すごいおすすめです。すごい、これ驚くとはまた違って、はい、お二人とも DJ さんですか。そうです。じゃあその DJ さんに質問させていただきたいんですけど、はい、やっぱ DJ によってその場の空気って違うもんですか、変わるんですか。あ、はい、それは違いますね。でも誰がやっても別に同じわけでもなく、曲が流れ、例えば同じ曲流すとするじゃないですか、はいはい、そういうのやっぱこの人がかけてるのとこの人かけてるのと違うとかってやっぱ出てくるもんです。ありますね、はい。でそういう意味じゃこの DJ 八津一郎さんだったらもう一押し。そうですね、もうかけるだけじゃなくて、やっぱステージの上でパフォーマンスしたりとか、はあ、はい、まあ我々もそうですけど、結構みんな DJ によって見せ方とかもあるので。じゃあそういう意味じゃもう本当にその空気を楽しみに行くとこですね。そうですね、はい、もう2人から今同時にそうですねって言ったから、そうなんですね、本当に。そうです、そうですもう踊らなくても全然いいです。なんか踊らないといけないとか踊れないといけないとかっていうものでもなくて、もう突っ立ってても何でも、まあ、楽しければ、はい、何でもいいです。だってすごいあんまり気分を害したら申し訳ないですけど、はい、東京からゲストを呼んでらっしゃるじゃないですか、はい、お値段1500円でいいんですか。そうですよ、 そうなんですよね、そこは人がいっぱい来ていただければなんとかなりますけど、はい、なるほど、なるほど、まあ、リスクは背負ってます。結構だって、まあ、
芸人さんのそういうお笑いライブとかでも、はいはい、いや2500円でも僕結構安いと思う方なんで、そうですよ、ね、3000円以下だったら安いっていうか、はい、1500円半分ですよ。そうなんですよ、めちゃくちゃ安いんですよ、もう本当にめちゃくちゃ安いです。でまあ一杯ドリンク500円ぐらいを別で頼んだとしても2000円ですよね。そうですね、そうですね、はい、もうちょっと上げましょうそうですね、いやいや本当に本当に安いんですよこれ。ぜひあの多くの皆様に足を運んでいただきたいので、はい、そう、まあ、今回やっぱアウトプットのお祝いっていうのもあるので、はい、あ、なるほど、やっぱりもう本当に、まあ、別に儲けはもともとないんですけど、うん、あの一人でも多く来ていただきたいっていうことで、まあ、金額もちょっと頑張ってます。あ、じゃあもう本当にその、まあ、今回このお値段だから逆に来てもらって雰囲気感じ取ってもらって、はい、で逆にすごい安いと思ってもらったら次またちょっとお値段が上がってたとしてもイベントとしてはもう大成功ですよね。そうですね、はい、また来てもらえるような形にみんな、だから今回がいいよ、今回の方がいいよ、はい、うん、今回がいいです。とても入りやすいと思います今回はプラスだって、はい、次いつになるか分かんないですもんね。そう、そうですね、まあ、今のところ決まってないですし本当に今回の結果次第かもしれないので、はい、ちょうど今またあのコロナも増えてきちゃってる可能性があるのでやっぱそういうとこも含めたらこのいい時ですね、3月12日来週の土曜日。いや本当あの、ね、まあ、自分もそうですけどやっぱここ2年間結構みんな我慢してたと思うんで、はいはい、やっぱ行きたくても行けない状況ってやっぱあったと思うんですよ、うんうん、なのでそのたまった鬱憤をぜひ晴らしていただきたいなと思ってます。なるほど、はい、で本当にそういう意味でのもう足がかりというか一番最初というか、はい、一旦リスタートっていうのも含めて、そうです、はい、いいと思います。遊びに行こっかな。もうぜひ、はい、アライブさんお待ちしてます。お待ちしてます、このその格好でぜひ。え、そのいいの、はい、その格好来たらステージに上がっていただいて全然いいの。はいはい、もうヒーローショーワークを言ったら行くよ本当に。いや本当に大歓迎です。お、じゃあ行きます。ありがとうございます。え、何時からですか。時間が、22時半、10時半ですね。あ、はい、はい、子供は帰る時間ですね。そうですね。なるほど、じゃあお子さんはいないですよね。そうですね、うん、もう酒が飲める人たちばかりで。なるほど、はい、ちょっとじゃあヒーローがお茶目しても、はいはい、そんなにあのお子さんががっかりしなくて大丈夫なところですね。大丈夫です、僕お酒飲めないんですけど。あ、そうなんです、ね、はい、僕お酒飲めないんですけど、あのコーラで基本的にお酒飲んだ人と同じテンションになれるので。あ、であれば、はい、大丈夫ですかね。楽しそう。じゃあちょっとでもそういう意味じゃ遊びに行かせていただこうと。ありがとうございます。ありがとうございます。行ったら僕います。そうですね、ぜひ皆さんぜひ、はい、アライブさんと乾杯をしに。乾杯してくれるのかな。みんなこ衣持ち方じゃない、大丈夫。全然全然そんなパリティないです。この今あのラジオでジェスチャーつけるのどうかと思ったんですけど伝わるんだったらそういうところですよね。あ、そうそうそう、はい、あの瓶ビールを持つような感じの。そうですよね、はい、小指と親指で大体あのショットは持ちますのでね。はい、よ、飲めないけど僕分かってるんですよこの辺は。さあ、大丈夫だよ D、 僕気づいてるからね。残り2分、はい。はい、もうちょっとお時間もですね、はい、今回15分ぐらいというところで、終わりが近づいては来てるんですけれども、どうでしょう、はい、このじゃあもう改めてこのイベントに対しての意気込みとか、こういうとこぜひ見てほしいなとかっていう言葉あれば。はい、じゃあですね、まあ、今回ですね、まあ、2010年から始まっているオドロックが、まあ、一旦ちょっと2019年にストップしたんですけど、まあ、3年ぶりの復活ということと、うん、あとやっぱアウトプットの10周年っていう本当にもう記念すべき回なので、うんうん、なので、まあ、スペシャルゲストで DJ 八津一郎さんも、うん、いらっしゃるので本当に来て損はないイベントだと思ってます。うんうん、自信がありますので、はい、お時間があるときはぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モツンさん大丈夫ですか。はい、本当に八津一郎さんの DJ、 音楽を聴くだけではなくてもうパフォーマンスでみんなと一緒に体を動かすそういったイベントになりますので、はい、ぜひロックな、そうですね、邦楽ロック並びに音楽大好きな皆様心よりお待ちしております。はい、アライブさんも来ますんで、はい、よろしくお願いします。もちろん本当にでもイベント名が全てですね、オドロックっすね、はい、そうですね、踊れるロック、はい、オドロックです。オドロックみんなじゃあお楽しみにというところで、ではこの後一応リクエストをお二人からですね今回かけさせていただく曲チョイスさせていただいておりますので、はいはい、よろければその曲の紹介までしていただいてもよろしいですか。はい、今回オドロック復活祭ということで、我々、東野モンツーが復活するそんな意味を込めまして、
こちらの曲をかけさせていただきたいと思います。では曲紹介させていただきます。スミカで復活の呪文。どうぞどうぞ。さあ、オドロック復活祭、3月12日土曜日にやります。場所はアウトプットで、時間が夜の10時半からオープンです。お届けしたのはスミカで復活の呪文でした。ジュアステーション、さあチラステお届けしております。染川とアライブスでよろしくお願いします。お願いします芸人みたいな。オッケー。さあ今日のトークテーマ、ファストフード。お便り、なんでファストフードっていうの？ん？なんでファストフードっていうの？早いからじゃん、すぐ食べられる。ファストなの、あれファス
ファーストって言ったじゃん、一番って意味じゃん。何今日めんどくさいの何めんどくせえのバーガーだよバーガー、バーガー食え早いファストフードです。ファストフードです。で、お腹減ったな、何食べようかな。帰りにハンバーガーかな。どこのバーガーが好きですか。ハンバーガーだったら、うん、ハンバーガーだったらなんだろう、うん、夜マックじゃあバーガーの種類、夜マックってさ、夜マックってさ、うん、それなんかあの何サイドメニューとかが増量しますとかの、あの夜マックのメニューとかじゃなく、夜マックだとあれパティが2倍です。あ、そうなんだ。そうなんだ。使ったことない。もそうだよ夜中そんな食べないんだよな。なんかランチとかが多いですね。じゃあダブルチーズバーガーなんかパティ2倍にした瞬間に4枚になんだぞ。いやもうじゃあもうダブルじゃないというフォースバーガーダブル、トリプル、クワトロ、クワトロバーガーやべえな。いやすごいだろ、美味しいよ。でそれが100円、やばマック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 最強。 やっぱりマックが一番好きです。えてかドライブスルーできるの楽じゃん。どこまあまあマックに限らずですけど、うん、まあモスバーガーとかもケンタッキーとかもあのねできますけど、お値段、お値段的に、お値段的にやっぱりあのリーズナブルリーズナブルリーズナブル、おう、まあやっぱちょっと他がお高いかなみたいなところがあるんですか。なんかねハンバーガーってやっぱね、うん、ジャンクじゃんはい、なんかそのちゃんとしたハンバーガーを食べたい時もある、うん、すごいいいやつ、うん、ちょっと1000円とかするやつ、うん、美味しい、うん、だけどあのもうなんかそうじゃないハンバーガー食べたいなって思う時、だいたいそのハンバーガーがだいたいマハンバーガーっていうかマックが食べたい、マックが食べたい、そうなるほどね、わかるわかるわかる。で頻度的にそれが多いのはマック、マック、たまにモスも食べたい。いやーね、久しぶりに、まあ、僕も正直マックを食べるその割合の方が多いんだけど、たまにね、ケンタッキーとかも食べるとめっちゃ美味しいんですよね。やっぱりねケンタッキーも美味しいしモスバーガーも美味しい。ケンタッキーはあの28日によく食べる。なんか特別な日だった、あの鶏の日、鶏の日お安いんですか。28日鶏の日ケンタッキーが安くなるとか、なんか1300円ぐらいのパックが1000円になる。おお、お得。知らんかった人はみんなケンタッキーチェックだよ。美味しい。なんだったかね、ケンタッキーの、期間限定のバーガーがありまして、もう今は多分ないと思うんですけど、前にそのカツとチキンカツとさらにまたカツみたいな、もうダブルでこうカツを攻めてくるようなバーガーがあったんですよ。あの褒め言葉で言うね、うん、ケンタッキーたまに頭悪いよね。あのね。言葉を選んでくれいや、あのやっぱねおかしくないとあの考え方にならないなと思ったのが、うん、確かケンタッキーだったと思うんだよ、うん、あのチキンでチキンを挟んだハンバーガーみたいなさ、そうあったじゃん。いやあるね、そうあれをバーガーと呼ぶその思考回路やばいなって思うけど、喜ぶだろうと思って作ってんだよ。あ、ね、喜んだよ。そうだよ、そういうのだよみたいなさあれはあのいい意味で褒め言葉として、うん、頭悪くないと出てこない発想だから普通に褒めてくれ普通に褒めてくれよいやでもやっぱさ、そうなんかジャンクとかファーストフードのさ、うん、そのまあ、品がいいバーガーもあるよ、あるんだけど品がいいとか言うな違う言葉違ういやでも美味しいじゃんやっぱ。美味しいんだよな。ジャンクって言葉自体がだって本当はだって、うん、そんなにいい言葉じゃないかもしれないじゃん、うんうん、でもやっぱジャンクなものほど美味しいってさあるから、もうなんかひたすら食べていたいっていうそんな一日あるよね。そう、あのやっぱあのまあ他の人が言うとさ、たまにあのそんな揚げ物体に良くないよとかさ、うん、あるかもしれないけど、やっぱマックのポテトって定期的に食べたくなるさ。そうなんですよ、そうなんですよ。あるじゃん、あのポテトじゃなきゃダメなのよ。そうだからね、この前あのその
ポテトのサイズがもう S サイズしか選べないって、もうあった一時期ポテト危機があったじゃないですか。あった、ポテトショックポテトショック、あれが本当に辛くて、あれマックだけじゃなくてさ、だって快活クラブとかの満喫でさ、うん、提供しているあのちょっとした細いポテト、うん、あれにも余波が及んでたよ。いやだからね、もうだからどれだけ僕たちはそのポテトのそのサイズアップに助けられてたのかっていうのをちょっと分かりました。みんなもっとポテトに感謝しろ、本当に今のうちだぞ、またそんなことが起きるかもしれないぞ。そう、第二次ポテトショック起きるかもしれないからな。オイルショックみたいに。いやでもまあ本当にね、そんなことが起きるかもしれないですから今の、ね、やっぱそういう意味でジャンクフードとかそのファーストフードがさ、うん、すごい今身近になったね、うん、でだから昔はなんかごちそうだって、ごちそうだったよ、ね、こんなに食べれない、ね、もうなんかやっぱりその親に買ってもらうごちそうだったな、自分では買えないそんなものだったな。なんか、まあ、ある意味恵まれてるのかもしれないね、 お家でちゃんとご飯をさ、うん、食べて、うん、まあ、そういう外食とかがたまに、うん、っていう時代が僕はあったので、うんうん、やっぱそういう意味でたまに買ってもらえるさ、そのお外のそういうハッピーセットとかさ、うんうんうん、ごちそうなわけよ。いいですな、ハッピーセット。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 プチパンケーキ大好きだった。あれだって僕の時代プチパンケーキ多分なかったもん。なかったの？なかったと思う。ほら、あの途中からやってきた奈々さんめっちゃ微笑んでるよ。微笑んでる。めっちゃ笑ってるよ。なんでよ。ニッコニコだぞ。あれだろ、あのたまに外から見てるからいいけど、自分が中に入ると喋んないといけなくなるからってだんだん表情硬くなるんだぜ。座りなよ奈々さん。空いてるぞ。いやでもだからそんぐらいでもさ、はい、その身近になって、うん、大人の財力を持って、うん、食べたいものを食べれる時の選択肢の一つとしてさ、うん、絶対入ってくると思うのよ、うんうん、ハンバーガーって、うん、手軽に食べれるじゃん、うん、で今の学生の子たちだとさ、まあ、本当はあんまよろしくないのかもしれないけど、うん、その店内の中で勉強したりとかさ、うん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 、でポテトと飲み物買って、うんうん、学校帰りにちょっと行ったりとかさ、うん、まあ、それもまた青春ですよ、ね、もう なくてはないでしょ、ね、本当に。いや行ってたな、放課後マック行ってたな。でしょ、うん、あ、なんか今日もでもコメントいっぱい来てくれてますよ、ツイキャスの方でも。 ありがとうございます。安定の食いしん坊って書いてあるけど、みんなだろ、みんな食べるだろマック。本当にね、お腹がポカッとか書いてあるけど美味しいんだぞ本当に。あのあーバーガー屋さんのバーガー食べたことあります？そのマックとかモスバーガーとかケンタッキーとかその何だろう、チェーン店じゃなくてその個人経営してるとか。マイブーム。え、マイブーム、マイブーム。あ、そうなの？いや知らんかったけど。マイブーム知らんかったけど。そうなの？おう、じゃあ結構いろんなところ回ってるんですか、バーガー屋さん。お、最近行った中で美味しかったところどこですか？あの覚えてます？道の駅のさ、うん、ギノザがあるのね、うんうん、そこにハンバーガー屋さんがあるの。へえ、めっちゃ美味しい。ギノザ。ギノザめっちゃ遠くない？そうすんごいところ。ハンバーガー食べに行く、1時間ちょいかけて。あーすごい、それを目標に。じゃあもう本当になんかご飯屋さんに行くみたいなテンションですね。そう、あのね、他のとこよりもね、うん、あのパンが甘いのちょっと。あ、そうなんだ。あのあすごい甘いわけじゃないよ、うん、だけどあの噛めば噛むほどパンの甘さがあるパンで、パンズで。ほうほうほう。でお肉がしっかりと、あるんだけど、うん、これ僕の持論ね、うん、ハンバーガー噛み切れる大きさがいい。またご要望よ。そうあのこれはあくまでダメとかじゃなくて、うん、僕がその方がいい、うん、すごいさ、そこが挟んだ時にさ、これどうやって噛むのよっていうハンバーガーもたまにあるのよ、うんうん、あれはあれで美味しい、うん、楽しい、うん、だけど食べ物だから、うん、食べやすさも僕は重視したい、うん、って考えるとそのギノザのハンバーガーはね、うん、ちょうどいい大きさ。あ、そう。写真をくれ、後で写真をくれ。あ、いいよ。あのトマトとかもね、うん、無駄に熱くないの、ちゃんとトマトのスライスの薄さ、うん、ハンバーガーっていうかハンバーグ中のハンバーガーパティのね、うん、いい感じの厚さ、うん、でこうペタッと挟んで、うん、口に運んだ時にあっと開けた時に噛み切れる
熱さ完璧でもね本当にねその個人経営のバーガー屋さんに行けば行くほど一口で収まらないぐらいの大きなサイズが出てくるよね。出てくる、ね、あれどうやって食べんのみたいなね、タワーみたいなバーガーが出てきたりとかするじゃないですか。あれすっごいすっごい悩むけど食べるの大変だなと思っちゃうんだけども、でもあれを食べているの本当に幸せなんですよね。あれはね楽しい楽しいよね。あのちょっと遠いけど、うん、あれはどこだっけな、チュラウミ水族館の近くかな、うん、のキャプテンカンガルーっていうお店あんのさ。あ、美味しいとこじゃん。めっちゃ有名でしょ、うん、あそこも行ったんだよ、うんうん、お皿の上にさ、はい、横にあるドリンクと同じぐらいの高さ来たのさどうやって食うんこれってなるじゃん。なるなるなるでしょ。なる。お、でも、でもなんか、まあ、友達の家に行ったんだけど、うん、まあ、楽しいよね、その食べ方を考え、どう食うんだよっていうこの会話も楽しいの。そう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 、バーガーの楽しみをね、これも、うん、これもねまた一つだと思います。じゃあちょっとここで一曲お届けしたいんですけど、ちょっと次お届けするのは歌詞のないインストルメンタルなのでちょっとだけしか書けないんですけど、絶対というかほとんどの人が皆さんテンション上がるだろうなと思います。じゃあお届けしましょう。スペシャルアザーズポテト。あの冷めたらあんなに美味しくないっていう。いや言っちゃうよ言っちゃうよ、それはもう皆さん共通でしょ、ね、やっぱあの揚げたてが美味しいよね。本当にね。カリカリ派？カリカリ、僕カリカリ。あー、僕ちょっとしなってる方が好きなんだよやるかでも共存し得る、共存し得る、うん、あ、じゃあ僕はあのしなしなが欲しいからしなしなもらって、じゃあカリカリあげますね。そうそうそう、共存シール。そうだね、相入れないけど共存シール。多分ナナさんどっちもって言うよ。どっちでも良くないみたいな感じいいじゃないか、こだわりがあった方が楽しいぞ、ご飯を、うん、本当にいいな。でも食べたくなるな、まあ、まあ、ちょっと待ってかな、コメント見ようと。いや、なんかでも銀座からこんばんはって来てるじゃあそろそろ終わりましょうかねポテト上がったんでじゃあ放送に戻ります。さあ、お届けしているのはスペシャルアザーズのポテトです。まあ、冒頭のところでめちゃくちゃポテトが上がったんですけどもてれれてれれ、もう上がりきっちゃったので、この曲あと6分ほどあるんですが、あの気になる方は気になる方はスペシャルアザーズのポテト、あのぜひ調べてほしいと思います。This is TRUSTATION. Stay tuned. チュラステお届けしております。染川と七瀬シャライブス喧嘩した。ぶつかったな。ぶつかったな。そうしれっと言います。ナナちゃんです。ナナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきから横でずっとクスクスクス笑ってやがった言い方笑ってやがった。今日本当はね参加する予定なかったんですけどね間に合ったね。間に合っちゃった間に合っちゃったなんで間に合っちゃダメなのか
いやなんかついて早々 D からなんか今日アライブ IQ 低いんだよねみたいな感じで、なんでだよ低くないよ、喋ってるよちゃんと、ちゃんとゲストもゲストにもいっぱい質問したもん。それは本当ありがたいですでしょ。本当はね今日あのナナちゃんが呼んでくれたゲストですからね。そうなんですよ、嬉しいねこうやってね呼んできてくれるんだったらね、楽しかったよ。いいな、話したかったな。もう全然 DJ わかんないから DJ に対して失礼なこと聞いてないからちょっと心配だけど、僕も心配です。それ数年前にこのオドロックのイベント出演したことがあって、おそうそうそう、なんか行ったら僕で出してくれるってステージ。おお、何踊んの。踊んので踊らないの。オドロックで。オドロックで多分あれだよ、新宝島みたいな登場すればいい。踊りながら、あ、歩きながらこう降りながら、あの普通に階段をトゥットゥットゥッみたいな感じで、それはちょっと見たい。それはそれで面白そうでしょ。踊れないけど、あのカッコつけて階段下るぐらいだったらできるかもしれない。でも階段転んだことあるじゃん。ある、言うな言うな、結構大きなステージで僕転んだけども。そう、ちょっと不安はあるよ。うん、大丈夫、面白いと思うよ。多分みんな多分正気を失ってると思うからさ、熱狂して、あ、演出かなって思ってくれるさ。それか飲んできたのかなって。あ、イベント的にもね、うん、そうだね。僕さっき確認した、ちびっ子がいてなんかがっかりされることないって思ったら、10時半会場っつうから、うんうんうん、大丈夫です絶対大丈夫ですって言われたから大丈夫。じゃあいけるね、よかった。そんな感じで今日も、チュアステ放送をしております。奈々ちゃんが間に合いました。ただいま。残り10分ぐらいですけどサメッチが今いろいろと頑張ってくれてます。あのですね、はい、メッセージを読みたいなと思っています。おあのね、ごめんなさいサクサクさん、ちょっとね先週ですね盛り上がりすぎちゃって読めなかったっていうのもあるんですよ。今週は読みますので、はい、すいません。サクサクさん毎週ありがとうございます。じゃあここでちょっと いつご紹介しましょうね。はい、はい、こんばんは。ポテトはケチャップなどをつけず、塩味そのままを楽しむ派サクサクです。わかるわかるわかる。私がお気に入りのお店は A&W です。バーガー類はもちろんカーリーフライにルートビアマジ最高です。でもジェフのゴーヤーバーガーと揚げパンも外せないし、モスはスイーツが絶品だし、あー一番なんて選べない、ごめんなさい。ちなみにエンダーやジェフが出してるオリジナルグッズもなかなか可愛くていいんですよね。食欲だけじゃなく物欲もぐいぐい刺激されてる自分です。お、クマさんのやつ、もう夜中に書いてるんだけどめっちゃお腹空いてきたって。わかる、食べたくなるよね。もうそうですよ、沖縄といえば沖縄のそのバーガー屋さんも、うん、美味しいんですよね、うん、本当に先週もお話ししたんですけどジェフの揚げパンが美味しいんですよ。食べるの忘れてたすっかりされたジェフの揚げパン、 A&W のカーリーフライとオレンジ、うん、オレンジジュース、僕大好きです。エンダーはね、エンダーに物申す、エンダーに物申す、なんか優しく言ってくれよ本当に僕はエンダーに行きました、ね、はい、あんまり沖縄に、まあ、日が浅い時です。はい、で、はい、ドライブイン、うん、おーすげーって入る、うん、マネと一緒に入りました、うん、僕は目が悪いです、はい、メニューがそんなに見えません、はい、マネに言われました。私はスーパーフライト、うん、はいって思ってメニューよく見ました、うん、あ、スーパーフライってことは僕はこれだなと思って、うん、すいません、スーパーカーリーフライトって言いましたカーリーフライのスーパーバージョンかなと思ってたんです、うん、スーパーフライとカーリーフライがありました。店員さんがその後黙りました。黙らないでほしい、黙らないでほしい、何か返して、わかんないから。いや店員さんも困るよそれは。だってさ思うじゃん、なんかマックだってさフライのポテトの MSL みたいなさ、うん、だからなんかカーリーフライがあってスーパーなバージョンがあるのかなって思うじゃんスーパーフライとカーリーフライもともと別なんだもん。そうだよ。じゃあなんかもうカーリーフライとさ、なんかカーリーなんとかフライみたいにさ、なんかこう統一してくれよちょっと名前をみたいなさ。もう嫌だ、今日めっちゃ文句言うじゃんあの人バーガー嫌いだぜ。どこに喧嘩売ってないでもどっちも僕好きです美味しいから好きですいうのがありましたいやでも確かにね、このドライブスルー、独特なドライブスルーですからね、A&W ね、ね、メニューがこうやってあってさ、うん、まあまあまあそのメニューはしょうがないんだけどさ、うん、見にくいって僕が目が悪いのもあるからあれなんだけど、
あの文化に慣れてなかったから、うん、あへーってここでメニュー見て、うん、えこのあドライブスルーみたいにここに言うんだみたいなさ、うん、であの、ね、あっちは聞こえてるかもしれないけどこれマイクだと思うとさ、うん、人間こう近づかん近づくよね、うん、なんか聞こえてるかなって心配になるからそんなことしなくていいのかもしれないんだけどあれなんかちょっとドライブテクニック重要だなって思う。ギリギリまでつけられるかつけられないかみたいな。あうーん確かにね確かにね、うん、結構ギリギリまで寄せてじゃないと、まあ、メニューも見えないし、うんうん、声も届かないかもしれないからじゃあもうそこはもう A&W さん改善策を通りかあの下げといたんでもうちゃんと持ち上げますけどエンダーのねスパークリングオレンジジュース美味しい。スパークリングオレンジジュース炭酸オレンジエンダーのオレンジって有名じゃん、うん、あれの味かどうか分かんないけど、うん、スパークリングバージョンがあってちゃんとオレンジジュースの、でね炭酸がちゃんと強いんだよ。そうなんだ、うん、がっつり入れてくれてる、うん、炭酸他が炭酸が甘いとかそういうんじゃないよ弱いとかっていうわけじゃなく、うんうん、エンダーのが特別なんか強くてちゃんと、うん、あれ僕好きだ。エンダー行ったらいつも頼む。あそうなんだ、うん、あとちゃんとアピールしとかんとあの火曜日のね、うん、ハッピーチューズデーだっけ、うん、あのなんか頼んだらなんか一個ついてくるやつルートビア。ルートビアおかわり自由さ、うん、エンダー知らないサービス。わかんない。なんか火曜日にね、うん、必ずやってる。なんか頼むと、うん、なんかついてくる、うん、なんか頼むとなんかついてくる。なんかは固定なの、うん、コロコロ変わる。週替わりかな。へ変わる。なんかあのそのコニードック頼んだらもう一個コニードックついてくるとか、うん、なんかいろいろと変わって、今日先週はなんか新しいハンバーガー系のやつ単品頼むとなんかチキン一個ついてきますよみたいな。ハッピーチューズデイ。いいね。やってます。来週の火曜日にじゃあ、はい、来週の火曜日にそう。エンダー嫌いなわけじゃないよ。やっぱいろいろ情報見てっからね僕これでこれで挽回できただろうか。はい、文句言うだけじゃないですご容赦ください、はい、大好きです。さあ、もうそろそろ番組も終わってしまうんですよ。はい、はい、で来週のトークテーマもここで発表しましょうか。おう。来週はですね、もう3月10日ぐらいになるのか。3月10日、うんうん、木曜日。3月14日にはホワイトデーもありますよね。おう。ということでまたなんかこうラブラブなお話とか来たらいいなと思ってこのテーマです。来週はモテ期ということで、モテ期で皆さんモテ期でメッセージをいただけたらなと思います。モテ期っていつ来ますか。わかりません。神のみぞ知る。欲しいな。神も知らんかもしれん、なんか人生に3回あるっていうよね。誰が言ったんだろうね。知らないけどモテ期が3回来た人が言ってるんだろうね、うん、きっとね。モテ期ってどのぐらいの人にモテたらモテ期ですか。知りません。確かに知りません。立て続けにじゃない、立て続けにいろんな人に告白されたとか、うん、いろんな人にアピールされたとか、それを感じたらモテ期ないぞ。これからだよ。未来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 。本当に、うん、責任持つ。でも嫌です。今じゃん、アライブのモテ期は。あそっか、今恋愛じゃなくて、そうそうそう、いろんな人から人気を集めてる今の状態。なんでそこ黙っちゃうの。来週のテーマモテ期で皆さんのトークテーマメッセージ、お持ちしております。チラドット ST.radio@gmail.com チラドット ST.radio@gmail.com まで皆さんのモテ期情報をいろいろ教えてください。さあエンディングナンバーも流しております。エンディングはですね、あのツイキャスの方でリクエストがありました。まこちゃんさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。県横山の You Are My Sunshine、 この曲を流して今日はお別れにしたいと思います。お最後に何かありますか。奈々ちゃん今日途中から来たからね、うん、なんかある。ポテト食べたいなっていう感想しかない多分我々はきっともう一人残らずそうだし、うん、聞いてる人たちもそうだと思う結構コメントでも塩味聞いたポテト食べたくなったやんって書いてる。わかるよ結構ただのポテトテロのラジオだったからこれ今本当に、ねね、コメントでもお腹がポテキっていうのがちょっとじわじわ来ているポテト食べたいってコンさんも言ってるし、食べたい、ね、本当にもうじゃあ皆さん買って帰ってください食べてください、ね、火曜日はぜひ深夜のポテトって
胃の調子的にいいのか分かんないけどどうなのか分かんないけど余裕があれば多分最後の方にコメントくれてるラントさんとかはポテトのこのあれを逃れてるんじゃないかな、頑張って。ああ、うん、もう前半ポテトの話をしたので、後で聞いてください。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日お届けしたのは染川とナナと先生。じゃあライブして、じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ、バイバイ。お腹すいたね。オフトークです。オフトーク。お腹すいたね。いっぱいいっぱいお腹すいた。今日レセプション行ったんだよ。あ、ナナちゃん、僕レセプション行ってきた。おお、お疲れ様。ケンズカフェ東京さんの、うん、あのガトーショコラの正規代理店のお店が、チャタニオープンしてん。チャタニオープン明日オープンで、今日だからプレオープン。おお、行ってきました。どうだった？なんかご飯いっぱいあって食べた。え、なのにお腹空いてんの今。あ、お腹すくよ。だってポコンってならないようにと思っていっぱい食べてないもん。あー、ちょっとセーブしながら。そう、あとちゃんと告知とかっていうか、その写真撮ったりとか、うん、後で写真見せるね。あ、見たい見たい。うん、可愛かったよ。うん、なんかそのホテルに併設されているところでコーヒーとかも買えて、目の前、いいね、目の前アラハビーチだった。おお、いいね。そう、よかったらみんな飛びに行ってみて。レセプションももう明日もう本オープンなので普通に買えます。うん、美味しかったな。なんか無料引き換券もらった。いいな。また行ったらなんかもらえる。今日食べ物の話しか聞いてない。だってそういう回だもん。まあ、そうだけれども、しょうがないじゃん。ちゃんと前半は驚くの話して。確かにな、確かにそうだけども。そうだよ、ちゃんとしたよ。遊びに行ってくるからな、僕な。ちゃんと踊るんだよ。問題はあのもみくちゃとかにされないかな、僕。一応アーマー壊れると困るんだけど。まあ、肩は破壊されないように。もう肩は最悪壊れてもいいように、あの予備の昔のやつ持ってこうね。モテキ爆発するかもしれないですね。あそこで、うん、それモテキじゃないもん。モテモテやん。ホグニーというかさ、うん、生身、生身で勝負したい。モテたいね。モテてみたいね。モテる秘訣とかあったら教えてください。じゃあ皆さん、そう、メッセージが来ないとさ、ね、このメンバーでモテキをどんな方向になっていくかが全然予想できないんだよね。そうね、モテたことがないからね。昔モテキって映画あったね。ありましたね。 あったね。あれ元ドラマじゃない、漫画だっけ。だと思う。確かああいうの欲しいね。うん、うん、とりあえず僕はナナちゃんとソメチにモテキはあったのって聞くよ。今答えられるよ。これ来週だろうとテーマなんだから。来週は来週で楽しみにしててください。はいはい、はい、じゃあお時間でございます。はい、じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。それからでした。バイバーイ。おつらいです。バイバーイ。